二、2. 夜空に溶ける声。六時半になると、我が家の近くでラジオ体操をする集団がいるようだ。囁くようなざわめきが集った後に、聞き慣れたあのメロディーが風に乗って流れてくるのだ。何日か、その音を目覚ましに起きた私は、ふと思い立って、どこでどんな人たちが集まっているのか、見に行くことにした。 海辺の街の朝は涼しい。優しい潮風が流れている。T シャツに短パンで外に出た私は、家の前で大きく伸びをして深呼吸した。見上げた空にはまだ雲はなく、澄んだ青が広がっている。今日も暑くなりそうだ。音のする方に耳を澄ませながら歩く。 坂道を中ほどまで下ったあたりから脇道に入ると、広場のある建物があった。近辺は散策したつもりだったけれど、こんな場所があるなんて知らなかった。方民間的な場所なのだろうか。中央の広場では、子供や老人たちが体操をしていた。ざっと見回すと、老人の方が多いのがわかる。しかし、 私が思ったよりも子供がいた。母親と一緒の小さな子や、中学生ではないかと思われる背の高い子もいる。子供たちの中に、あの少年の姿はない。もしかしたら、と思っていたのだけれど。なんだね、あなたは。老人の一人が私に気づき、近寄ってきた。白髪をきれいに撫でつけ、 ピント背筋を伸ばしたおじいさんだ。老人の歳なんてよくわからないけれど、シミとかシワの感じだと70前後ではないだろうか。首から、ほがらか老人会会長という札をかけている。おじいさんは私を見回して、ああと納得したように一人で頷いた。あなた、上に越してきたというお嬢さんだね。 お名前は何とおっしゃるのかなあ、えっ、ー、と、三島と言います。はじめまして。頭を下げると、おじいさんは胸元で揺れる札を示した。このあたりの老人会で会長をしているしなぎです。夏休みなので、子供たちと一緒に毎朝ラジオ体操をしているんだよ。そうだ。 あなたも参加しなさい。歯を見せて笑う顔はどこかきっぱりしている。態度や言葉にテキパキと音がつきそうな感じだ。どうしたものかと思っていると、頭がツルツルのおじいさんが、先生はいい人だから、そう警戒すなよ、と割り込んできた。なぜか上半身が裸で、下はどこかの学校ジャージ。 木山とネームが刺繍されたものを履いている。定年まで中学校の校長先生をやられていた立派なお人やけんな。安心せえ。わしみたいなもんが声かけたら逃げてもええけども。ひゃひゃっと笑うその顔は自身で言うほど悪い人ではなさそうだ。そのおじいさんをしなぎさんは市川さんと呼んだ。木山じゃないんかい。 もうラジオ体操が終わります。すんませんが、子供たちのカードにハンコをついてやってください。私は、へえと小さく口の中でつぶやいた。懐かしい。夏休みの朝は、ラジオ体操に行くのが当たり前で、その時に参加カードを持って行くのだ。目をこすりながら通って、カードをハンコでいっぱいにしたものだ。 解禁症の子は青いクジラの形の貯金箱がもらえて、ああ、そうだ、あの貯金箱は、まさきに取られたんだった。欲しい欲しいってあまりに泣くものだから、母が私から取り上げた。でもまさきは欲しがりのくせに飽きっぽくて乱暴で、クジラの貯金箱は3日後には粉々に割れてしまった。ゴミ箱に入れられた青い破片を、悲しい気持ちで眺めたのを思い出した。 私はクジラが欲しくて頑張っていたのに。しなぎさんが私にカードを差し出してくる。あなたにもこれを。あ、はあ、どうも。あの、このあたりの子供はみんな参加しているんですか受け取りながらしなぎさんに聞くと、彼は少し鼻を膨らませて笑った。そうだよ。この周辺の子供たちは、 夏休みになるとみんなここに来る。毎年の恒例なんだよ。子供と老人が支え合ってる地域だと、テレビ取材も受けたことがあるんだ。私がインタビューを受けたんだ。なかなか写りが良かったと好評でね。へえ、と曖昧に笑って返す。いきなりそんな微妙な自慢をされても困る。それに、 そんなことよりもあの子供のことが気になる。もっといろいろ聞きたいけれど、怪しまれかねない。どうしたものかと思っていると、三島さんは、お勤めはされていないらしいね。と言われた。はあ、よくご存知で。コンローマートの常駐組なのか、いや、常駐組が老人会に在籍しているのかもしれない。どちらにせよ。 この辺りの老人のネットワークはきっと魚取り網よりも強く細かく広がっているに違いない。貼り付けた笑顔の下で老人たちが網を引き合う想像をした。私はそこに絡め取られたイワシみたいなものか。どんな理由があるのかは知らんが、一刻も早く仕事を見つけなさい。無職の大人がうろうろするのは子供の教育に良くない。 大人として恥ずべきことだよ。品ぎさんは明るく朗らかに言う。しかし内容は先日のおばあさんと全く同じで、私は自分の顔がこわばるのがわかった。何がいい人だよ。ただの嫌味じじいじゃん。人の事情を詮索することも子供の教育に良くないと思いますけど。とにかく、お邪魔してごめんなさい。 こういうのには関わらなければいい。わざとにっこり笑ってみせて、その場を後にした。カードは広場の入り口にあったゴミ箱に放った。その日の午後、珍しく玄関でチャイムが鳴った。もしかしたらあの少年かもしれないと慌てて出てみれば、ビニール袋を下げた村中だった。今日は休みなのか、T シャツに血のパンというラフな格好をしている。 なんだよ、村中かよ。がっかりしてため息交じりに言うと、村中はひでえと肩を落とした。そんな嫌なもの見たような顔しなくてもいいじゃん。嫌ってわけじゃないけど、何の用この間の費用はもう振り込んだはずだけど、前回よりも親しげに接してくる村中に警戒していると、村中は 両手で捧げ持つようにして、パンパンに膨れたレジ袋を私に向けた。これ、よかったらどうぞ。袋の中身はたくさんのアイスだった。スイカバーやバニラもなか、濃厚チョコアイスなどバラエティに富んでいる。どうしてと目で問うと、村中は、いや、あれからどうしてるかなって思って、と言う。それと、 死んだじいさんの古いアルバム漁ったら、こんなのが出てきたから。次に渡されたのは、色あせた数枚の写真だった。見れば、それらには亡き祖母が写っている。長唄の稽古でのワンシーンだろうか。髪をきれいに結い、着物姿で微笑む祖母の周りで、何人かの男たちがかしこまって正座している。別の写真は、夏祭りのもののようだ。 矢倉を囲んでで踊るる浴衣姿の人たちの人中で笑っている祖母がいる。祖母の遺品を私は何一つ持っていない。祖母が亡くなった時、母が祖母の持ち物を全て捨ててしまったのだ。金目のもの、大島紬や大ぶりなアメジストの指輪などは今も母のクローゼットにしまわれているはずだけれど、その他の日用品やアルバムの類は、 一つ残らず処分された。だから私は、買い手がつかずにそのままにされていた、この家そのものを遺品だと思うことにしていた。村中が家の家具移動を手伝ってくれた時に、少しだけそんな話をしていたことを思い出した。これ、わざわざ探してくれたのしかもこの写真は、祖母の膝に小さな女の子が座っている写真があった。 一末人形のような髪型をして気難しそうに唇を引き結んでいる不愛想な女の子は間違いない。かつての私だ。絶対に三島さんだよね、その子。村中は宝物を見つけた小学生の男の子みたいに無邪気に笑った。それを見て絶対私に行こうって思ったんだ。すごいこれは嬉しい祖母の家までも母は捨てた。 どうしてそんなことをしたのと詰め寄ったけれど、子供が口出しをするなと叩かれた。母は、妾の子として生まれた自分が嫌で、そんな自分を産んだ祖母を憎んでいたのだ。私は真っ当な生まれの子供を真っ当に育てるんだって、ずっとそう思って生きてきたの。母は酔うといつもそう言った。でも悪い血ってなかなか厄介なのよね。 私もあんたっていうまっとうな生まれじゃない子を産んでしまったもの。私、おばあちゃんのこと大好きだったんだ。思わず写真を胸に抱き、村中に言う。お茶くらいしか出せないんだけど、飲んでく村中は少し驚いたように目を見開いて、それから本を書いて、アイス、一緒に食おう。と言った。いいよ。 じゃあ、中入んなよ。それから縁側に並んで座って、村中がくれたアイスをかじった。私はスイカバーを片手に、村中からもらった写真を眺める。その写真の、右端で引きつった顔して座ってんのが、俺のじいさん。白クマのカップアイスを木のスプーンですくって食べている村中が言う。見れば、 どことなく村中と雰囲気の似た朴突そうな男性がいる。へえ、なんだか真面目そう。女好きの割には真面目って言えたのかな最初こそおばあさん目当てに通い出したんだけど、誰よりも練習してたんだって。最終的には、シャミセンの名取りにまでなってた。おじいさんすごいじゃん。祖母の微笑んでいる顔。シャミセンを引く凛とした顔。 時と共に輪郭を失いかけていた記憶が目の前にある。もう二度と会えないと思っていた。そういえば俺、この家にじいさんを迎えに来たことがあるんだ。三島さんに会ったことあるのかもな。村中が楽しそうにいい指先で祖母の顔を撫でていた私はふと思いつく。そうだ。村中はずっとここに住んでいて、この辺りには詳しいんだよね。 中学生ぐらいのロン毛の男の子知らない女の子みたいに細くて綺麗な顔してて多分喋れない。ことみの子供かなダメ元で聞いたのだったが村中はあっさりと答えた。数ヶ月前に中学の同級生が子連れでこっちに戻ってきたんだ。障害があって喋れないって聞いてる。 それだと思う。ねえ、そのことみって人とは仲がいいのいや、全然。村中は肩をすくめて、昔ならともかく、今のことみと仲がいい奴なんていないんじゃねえのかなと言った。高校を中退したかと思ったらふっといなくなってさ、それから10年ちょっと、どこで何をしてたのか誰も知らなかったんだ。帰ってきたと思ったら、 でかい子供連れてるらしいって地元組で噂になったくらいで。うーんとつぶやく。学生で妊娠してしまい、この町を出て産んだってところだろうか。そう言うと村中も、子供の年齢的にもそうだと思う。とうなずく。それで、小富の子供がどうかしたのああ、いや、この間の雨の日に、傘を飛ばして困ってたら助けてくれたんだ。 余計なことは言うまいと曖昧に笑うと、村中は、へえ、と驚いた声を上げた。そういうことできるんだ。どういうこと意思の疎通ができないんだって、その子。あぜんとする。まさか、そんなはずはない。古いラジカセで、鳥だったか虫だったかの鳴き声をずっと聞いてるんだってさ。あと、 風呂や着替えも嫌がって暴れるとかって話。とにかく手に負えないらしい。そういう子供育てるのは大変だろうなぁ、としみじみ村中が言う。親しくない割に詳しい。田舎ってここまで情報が筒つ抜つけなのかと思うとゾッとする。しかしよくよく聞けば、とみの父親という人が周囲に愚痴をこぼしているらしかった。同居したのはいいけどずっと会ってなかったから、 孫という感覚がないし、医師の疎通もできないから可愛がりようもないって、うちのばあさんなんかはすっかり同情してる。会長さんが可哀想だって。うーんって会長引っかかるものがある。その肩書き、最近どこかで聞いた。ここいらの老人会の会長だよあの嫌味じじいか。なんてことだ。 しなぎ先生。俺はついそう呼んじゃうんだけど、先生は教育に熱心で、真面目な生徒や親たちにすごく支持されてた。俺はその、バカで悪ガキだったんでしょっちゅう叱られてたんだけど、でもそれは俺たちのこと心配してたからだと、今ではわかってるつもり。まあその先生が悩んでるくらいだから、大変なんだろうな、きっと。 それって、育てやすそうな子だけ可愛がってただけなんじゃないのとお腹の中でつぶやく。気に食わないことをする生徒を毛嫌いする自分勝手な教師って、どこにでもいた。朝のジャージのおじいさんはいい人だって言っていたけれど、私はいい印象は受けなかったし、大したことない教師だったんだろうと思う。アイスを食べ終わると、村中は、今度飲みに行かないかと私を誘ってきた。 魚市場の近くに美味しい居酒屋があるのだという。返事をしないでいると、二人きりが嫌なら健太とか他の奴も誘うよ。と言葉を重ねてくる。友達作ったら楽しいと思うからさ。それに何かあった時に助けられるし。村中が人の良さそうな顔で笑う。私のことを心配してくれているのが伝わってきて、それは嬉しいと思うけれど。 私は行かないと答える。私、助けられたくないんだよ。村中が不思議そうな顔をする。私はもう、誰かに助けられたくない。そんなこと、されてはいけない。写真とアイスはありがとう。もう帰りなよ、と村中に行って部屋に戻った。 繰り返し見る夢がある。海の奥深くで、そっと生きている魚が、気まぐれに浅瀬に姿を見せるような、そんな頼りなさで現れる夢だ。吐き出し窓から柔らかな風が吹いて、カーテンを揺らす、昼下がり。背もたれを倒したリクライニングソファーには、赤ん坊を抱いて歌種たたする母親がいる。赤ん坊は、 小さな自分の指を一心に吸っており、チューチューと音を立てている。それに気づいた父親が、母親の腕から赤ん坊を取り上げ、赤ん坊の柔らかな頬にキスを落とす。慌てて起きた母親に、父親は大丈夫だと笑いかけ、少し眠れよと言う。疲れてるんだろう、毎日お疲れ様。母親は嬉しそうに、ありがとうと微笑む。 ねえあなた、私とっても幸せよ。私にこんな幸せが待っていたなんて今でも信じられないのよ。美しい光景だ。誰も犯すことのできない確かな幸福がある。ほんのりと発光しているようにも見えるそれを私は遠くから眺めている。私は葉の中には入っていけないのだ。 ねえお母さん。私も弟を抱っこしたい。甘いミルクの香りというのを胸いっぱいに吸い込んでみたい。そう呼びかけたいけれど、声は喉の奥で硬い塊になって出てこない。夢の中の私は、そんなことをしたら叱られると知っている。近くて、 でもとても遠いところにいる私の家族。何を見てるんだ聞こう。様子を眺めていた私に父が気づき笑みを収める。代わりに冷ややかな声で言う。物欲しそうな顔するんじゃない。向こうに行ってろ。能面のような感情の消えた顔が怖い。彼の言う通りにしなければぶたれる。 でも足が動かない。頭のどこかで母がこっちにおいでと呼んでくれるのを期待しているのだ。そんなことあるはずがないのに。だってほら、母は私の方すら見ない。父が苛立だったように舌打ちし、私に近寄ってくる。逃げなければ、でも足は動かない。あのね、お父さん、言うことを聞け。 パン方がなり、私はその衝撃で目を覚ます。いつものことだ。目を開けると、見慣れてきた天井がある。何度か瞬きを繰り返し、ため息を一つつく。久しぶりに見たなもう二十年も前の記憶だ。すっかり忘れたつもりだったが、 まるで昨日の出来事のように鮮やかだった。私はもう母にこちらを向いて欲しいと望んでいない。なのに夢を見たのはどうしてだろう。ここに越してくる前、何年かぶりに母に会ったからだろうか。いきなり顔を見せたと思ったらばあさんの家が欲しい何それ。実家を訪ねた私を迎えた母は相変わらず冷たかった。 もう何年も会っておらず、連絡も取っていなかった娘の来訪は不快でしかなかったようだ。勘退されるとは思っていなかったけれど、住処を確保するには尋ねるしかなかった。あんな田舎のボロ屋どうすんの住む。短く言うと、母は眉を寄せた。九州の端っこにわざわざあんた何かやったんじゃないでしょうね。 まさきの就職に迷惑になるようなことしてない。ただ、あそこで海を眺めながら行きたいだけ。向こうに行ったらもう帰ってこないつもり。そう言うと、不審そうに私を見つめていた母が、あの男とでも住むのと聞く。なんて名前だったっけあの失礼な男。あいつと結婚でもするつもりさあね。 そんなことより、あの家を私にちょうだい。そしたら、二度とこの家に近づかない。縁を切ってくれてもいい。母が目を見開く。その顔をまっすぐに見た。母は、私の記憶より少し置いていて、そして、なぜか小さく見えた。私を何度も打った手の甲は、血管と骨が浮いている。私は、 こんな手にずっと振り回されていたのだろうか。持て余してた一軒家で厄介払いができるなら安いもんでしょちょうだい。母は少しだけ考える素振りをして。後からお金をせびらないでよ。と言い、私はうなずいた。証文でも書こうかまあ、そこまではいいわ。母はどうでも良さそうに手を振り、手続きをすると言った。あんた名義にすればいいんでしょ その代わり、二度とここに来ないで。数日後に、手続きを終えたと携帯電話に連絡があった。携帯電話は、もう解約するつもりで、だから母との連絡はこれで最後になるはずだ。お母さんとは、これでさよならだね。あのね、私のこと、少しは好きだったそう問おうとして、 でも最後まで言えなかった。母は何のためらいもなく通話を終えた。母は何のためらいもなく通話を終えた。無機質なビジートーンを聞きながら、私は彼女にとって何だったのだろうと思った。まっとうじゃないとわかっていたけど、産みたかったと。抱きしめてくれた夜があったじゃないか。 あんたがいたから生きられたと泣いた朝があったじゃないか。あれは全部私が見た幻だったというのか私が長い間生きるよすがにしていたものくらい本当だったと思わせてよ。ま、どうでもいいことだけど、わざと大きく口に出して言う。これはどうでもいいことなのだ。私はもう 泣きながら夢から目覚める子供ではなくなった。それに、母は私が私の意志で終わらせた人生の異物に過ぎないのだ。彼女はもう追わなくてもいい人だ。第二の人生では、きなこは魂のつがいと出会うよ。愛を注ぎ注がれるような、たった一人の魂のつがいのような人ときっと出会える。 きなこは、幸せになれる。私を救い出してくれたアンさんは、母を失うことに潰されそうになっていた私にそう言った。魂のつがいなんて、そんな大それたものがこの世に存在しているとは、到底思えなかった。でもアンさんは、力強く言って微笑んだ。大丈夫。 きっといるよ。それまでは、僕が守ってあげる。あの時、アンさんのその言葉だけで生きていけるような気がした。魂のつがいなど、いてもいなくてもいい。私はきっと、彼の言葉だけで、これからを生きていけるはずだ。だって、こんなにも私は満たされた。 心からそう思ったのに、ベッドから起き出して窓を開ける。遠くに広がる紺碧の海。その上には、生まれたての綿菓子のような雲が浮いている。まだ熱せられていない風が、ラジオ体操の音を運んできた。今朝も年寄りたちは、えっほえっほと体を動かし、子供たちは、 カードにハンコをついてもらっているのだろう。いつも通りの平穏な朝。目に優しい景色に懐かしい音。私は今日も庭いじりをして、昨日作ったカレーをアレンジして食べる。おやつは通販で取り寄せた長野県で一番美味しいというわらび餅。黒大豆のきなこと黒蜜が絶品だって。 ラジオで言っていた。何一つ傷つくことのない一日の始まりのはずだ。憂うことは何もない。なのに彼がいないことを思うだけで、オセロの駒が一挙にひっくり返るように最悪な一日になる。置いていかれた絶望に心がちぎれそうになる。もう今日という日は、 穏やかには過ごせない。安さんンさんンンン祈るように繰り返し呼ぶ。幼い頃は母だった。苦しい時や痛い時、寂しい時に呪文を唱えるように、お母さんと呼んだ。母はかつて神よりも仏よりも崇高な存在だった。 それが母ではなくアンさんを呼ぶようになったのはいつからだったろう。今では物心ついた時からずっとアンさんを呼んでいたような錯覚さえある。そんな心から祈り、すがる存在を私は私のせいで失った。アンさん。アンさん。思い出だけで生きていけたらいいのに。たった一度の言葉を 永遠のダイヤに変えて、それを抱きしめて生きていける人だっているという。私もそうでありたいと思う。アンさんと共にあった日々で身を飾り、生きていけたらいいと心から願う。でも、ダイヤに変えられるほど私は高潔ではない。生々しいほど愚かで弱い人間で、そして、 ぬぐえない罪を犯した。何度も呼んでいると声が潤んできた。届かない祈りは舌に乗せるたびに体がしびれて呼吸ができなくなる。気づけば天を仰いで声を上げて泣いていた。